シテオブベルリンは、ケイドカンパニーによって建造をされた客船である。後に二度の解明を行った。シテオブベルリンは1874年に浸水、インマンラインへと引き渡された後、リバプールニューヨーク間の航路に就航した。同時に、郵便物を運ぶサービスも行っていた。1875年12月、シテオブベルリンは、 クイーズタウンニューヨーク間を7日18時間2分で横断し、ブルーリボン賞に輝いた。その後の航海で2度ほどトラブルがあり、他の船舶に引っ張ってもらうというアクシデントがあった。シテオブベルリンのエンジンは効率が悪く、1日に120トンもの石炭を使用していたため、1887年にエンジンを改装した。シテオブベルリンは、 インマンラインとアメリカンラインが合併した後もそのまま使用され続けたが、船名がベルリンと短くなった。1898年、ベルリンは、米西戦争の勃発に伴い、アメリカ政府に徴用され、ミードと改名した。ミードはフィリピンへ輸送船として、兵士を運び、戦争で大きく損傷した。その後修理され、第一次世界大戦などで輸送船として使用され、続け、 1921年にスクラップとなった。ありがとうございます。